どうもー、はい、この動画はですね、Windows の Windows 10を更新しても更新できないという動画です。はい、今ですね、Windows 7から Windows 10に今更アップグレードしてるんですけど、まあ、更新プログラム構成していますと 8% なんですね、これ。はい、でこの 8% の状態でもう2時間ぐらい経ってます。8% から全然すまへんじゃねえかと。ということで、これをもう電源切ってみます。はい。もうね、さすがにもうこれは無理だなと。8% で進まないわけですから、もうちょっと2時間ですよ。2時間待って 8% が進まないんで、構成できないんだなっていう。ちょっとね、これね、怖いんですけど、やってみます。まあ、あの PC の電源を切らないでくださいみたいなの書いてありますけど、切りましたよ。今切った、はい、でこれでちょっともう一回どうなるかやってみたいと思います。もうね、もうこれで諦めました。 Windows 7、このパソコンは Windows 10にはアップグレードできないんだなっていう。あ、多分ね、今途中で切ったんでこうなりました。あれ Windows 10来てるぞWindows 10のゴロマークが来てる。これ大丈夫かな。ほら、以前のバージョンの Windows 復元していますということで、もう無理ですね。多分これで前もこんな感じだったんですよ。 Windows 7を10をインストール中にもうインストールできなくて、このパソコン多分ね、もう対応してないんじゃないですかね。わかんない、古いから4年前ぐらいのやつなんで対応してないのかもしれないですね。まあね、他のパソコンはね、いけたんですよ。他のパソコンは Windows 10にアップグレードできたんですけど、これはなんかできないんですよね。で、大体同じ時期に買ってるはずなんですよ。で、CPU も i7 の結構最新のやつをその当時買ってたんで、今以前のバージョン復元してますということで なってますけど、これね、何なんですかね。まあもうとりあえず Windows 10はもう無理ですね。まああとはまあ Windows 7でずっとこれは行こうかなと。だからこっち Windows 10なんですけど、こっち Windows 10と、まあ、こっち Windows 7で、とりあえず、まあ、このパソコンもまだ使えるので結構まだ、まあ、早いっちゃ早いんですよ。当時のやつは、からするとまあまあいいスペックなんで、いやほんとね、何なんですかねって話で、まあ、とりあえず復元してますんで多分大丈夫。前もこんな状態で復元されたんで、まあちょっと置いてみようと思います。はい、まあとりあえず10の、まあ、Windows 10にしたいとこなんですけどね。まあ結論、今回も再チャレンジしたんですけどダメだったということですね。だからまあこれはまあ新しいの買えって言ってるのかもしれないですね。だからでもね、こっちのパソコンがね、ファンがめちゃめちゃうるさいんですよ。こっちは静か、こっちのファンがめっちゃうるさいんですよ。まあまあ気にしないっちゃ気にしないかもしれないですけど、そのエアコンとかつけてたら、なんかね、出るのパ、マウスコンピューターってもうなんかデフォルトでもカスタマイズされてるから、なんかって感じなんですよね。まあ別にいいんですよ、悪くはないんですけど、全然悪くはないんですけど、いやほんとね、
まあどうしようかなって感じです。まあ、これもね、メモリーアップしたら使えるんですけどね、まあ、使えないことはないですよ。使えないことはないですけど、メモリー買ったけど、バージョン、メモリー買ったけど、使えないし。なんでやねん、認識しないんですよね、メモリーつけたんですけど。はい、ということで、まあ、ちょっと復元して、様子を見て、これちょっと時間かかると思うんで、まあ、ちょっと見たいと思います。仕事頑張ります。以上です。